初代アバディーンテメア公爵、ジョン・ハミルトン・ゴードンは、イギリスの政治家、貴族。1893年から1898年に、かけて、カナダ総督を務めた。1847年8月3日、第5代アバディーン伯爵ジョージ・ハミルトン・ゴードンの三何として生まれる。兄に、第6代アバディーン伯爵ジョージ・ハミルトン・ゴードンがいる。 1870年1月27日に、兄から第7代アバディーン伯爵以下5つの爵位を継承し、貴族院議員に列する。オックスフォード大学ユニバーシティカレッジへ進学。1871年にバチェラー・オブ・アーツ。1875年にマスター・オブ・アーツの学位を取得。1880年にアバディーン・シャー総督に就任。 1881年から1885年にかけてスコットランド協会総会への直視を務めた。1886年2月から8月にかけてはアイルランド総督を務めた。1893年9月からカナダ総督に就任。カナダ全国を広く旅行し、先住民ともよく会見した。総督官邸リドアホールでの演劇公演を しばしば感激した。1893年には、リドーホールにチャペルを建設した。ビクトリア女王のダイヤモンドジュビリーの際にはカナダで、様々な催し物を実施した。カナダ海軍の艦隊の視察もよく行った。海外自治領との貿易、連携の強化にも尽力した。1898年11月に第4大民党、白尺ギルバートエリオットマーレイ,イコール記念マウンドに、 後を託して退任した。1905年から1915年にかけて、アイルランド総督に再任した。1916年1月4日に、カウンティ・オブ・アバディーン、カウンティ・オブ・ウメイス、カウンティ・オブ・アーガイルにおける、アバディーン・テメア公爵と、カウンティ・オブ・アバディーンの発動伯爵に除せられた。1934年3月7日に死去した。初代トーイードマス男爵ダ・ドリーマージョリー・バンクスの、 娘イザベルと結婚し、彼女との間に以下の腰を設ける。ありがとうございます。